はい、え、イベントのお知らせです。はい、えっ、ー、と、4月2日ですね。はい、えー、そこの、モトスタイル東京で、えー、パワーエイジさん販売促進イベントやります。はい、えー、私、立ってます。あ、すいません、今日、郷土を着てるんですけど、あ、すいません、すいません。はい、えー、やりますので、え、ぜひ、えー、ね、えー、いろんな服をですね。 あの、ちょっと試着されたい方いらっしゃると思うので、えー、来てみてください。はい。えー、もちろん、パワーエイジさんだけじゃなくてですね、元ステレ東京、いろんなものを取り扱ってますので、来ていただければ幸いでございます。はい。えー、そしてですね、えー、名古屋モーターサイクルショーなんですけども、えー、と、僕のトークショーが、えー、っとね、 ピット、あ、これじゃない。んこちら。あれこれ。あったあった。4月8日土曜日、15時半から16時半の1時間となっております。はい。えー、ぜひお越しください。あのー、お願いします。はい。えっ、ー、と、会場をですね、えー、満員にしてみ、えー、たい、して、してし、したいですね。はい。 でね、僕はね、あの、個人的な思いを語ると、名古屋モーターサイクル賞こそ、日本を代表する最大のモーターサイクル賞になってほしいと思ってるんですよ。はい。 去年、今年、そして来年等を続いてですね、どん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 、あの、楽しく、そして来場者にとって快適で、楽しめる、そして出店者にとっても出店しやすく、自由が利く、そしてアクセスも良くですね、来場者や出店数ともにですね、日本最大の、日本最大ということは世界最大です。はい。のモーターサイクルショーとしてですね、成功してほしいと実は思っています。はい。 まあ、こんな言い方なんですけど、大阪モーターサイクルショー、東京モーターサイクルショーよりもですね、えー、名古屋モーターサイクルショーが一番楽しいね、一番すごいね。大阪と東京もまあ行くけども、名古屋が一番楽しみだねっていうようなですね、えー、イベントになってほしいなと思っております。はい。理由はですね、いくつかあるんです。いつかいくつかあるんですけど、最大の理由というのは、運営しているじ、運営している組織が若いということなんですよ。 はい、だ,だってまだ第2回でしょ。はいあのー、これはね、非常にこその何が素晴らしいかというと、で僕と同じぐらいの世代の人たちがやってるの。ね、で、何がいいかというと、話が通りやすいんです。話が通りやすいっていうのはどういうことかというとです、ね、皆さん、オートバイ業界というのはその、進歩が遅いんです。とても進歩が遅いんです。 どのぐらい進歩が遅いのかというとですね、あの、インターネットは最近の、最近はインターネットで、こういう言葉がまだまだ普通に出てくるんですよ。最近はネットで。ね。ネットは最近のものなんです。最近のものであるネット上で活動している我々は、すごく最近のものなんです。もう、 海のものとも山のものともつかない、まだ信用できるかもわからない、最近のやつらなんです。なんだかよくわからないけど、迷惑系みたいなやつもいるぐらいでと。あちこちで、なんかこう、迷惑なことがをやらかした奴がいるみたいなね。 そういう噂しかあ耳に入ってこない、えー。どっちかっていうと、おまあ、あのね、四角いこうあの、電波で映るやつとかね、あの、こういう、その、よく燃えるやつとかのね、えー、お付き合いしかなかった時代の人たちからあするとですね、まあそこ、そこしかない人たちからあのするとですね、こう、非常にそのライバル視されてる面があるわけですね。はい。一緒にやっていこう。 ね。ええー、というような気持ちで、その、運営をして、ぜそれもぜ全部取り入れた上で、運営そのものがやっていってくれるっていうのは、名古屋だけなんですよ。名古屋だけでも、今んところ名古屋しか僕、わかんない。知らないですね。はい。で、やっぱりその、おそらくはめ、 メディアの圧力、メディアの力っていうのは、ああいう展示会っていうのは、非常にこう強いと思うんですよ。別に悪い意味で、悪影響を与えるとか、そういう意味じゃないと思うんですけども、やっぱどこが主催しているかっていうのがですね、まず一つあって、で、そこが他のメディアをどう思ってるかっていうのはね、運営に強く影響が出てくると思うんですよ。名古屋モーターサイクル社、中部経済新聞さんっていうのがですね、あの、運営されてるんですけども、ここは、 新聞社なんですけど、我々みたいなウェブメディアに対して、とても協力的なんです、とても協力的です、むしろ最初に話をくれるぐらいのところなんですね。だから、やっぱいろんなその、なんだろうあの、各方面からの協力っていうのも手厚くて、インターネット上からのリアクションも大きくて、名古屋が初開催にもかかわらずです、ね、ものすっごい人の動員があったんですね。 はい。これ逆のことしてしまうところの方がやっぱ多い、多いし、やってても、まあ、ネットはやるけど自分のところだけ、ね、自分のところのサイトにしかやらないよっていう、わかりますあの、そういうところって自分のサイトで広告打ってたとしても他にリンク飛ばさないような仕様にしてたりとかするんですよ。 他のリンク飛ばさない仕様にしてたらさ、そのページの中で全部情報が完結してるんだったらいいけどさ、どうしてもその参照したいところとかがあるわけじゃない。でそういうところが全部こう切れてると、非常にこうインターネット上、インターネットとしてのアドバンテージの低いホームページ、その古い、古いっていうかもう、なんか古めかしい。ただ、ただね、あの、ペーパーメディアをスキャンして出てくるだけみたいなね、そういうホームページが出来上がっちゃうのばっかりなの、今。あの、 オ,オートバイの方っっってば,っか,りしばっかりだったのでそういうのがいまだ各所に非常にその見受けられる中でどことは言えないよい見受けられる中でやっぱ名古屋モーターサイクルショーの,その運営さんの進め方とか我々の,、ね、ようの,のようなネットでやってる人間に対しての,その受,け入れ受け入れてくれるその盛り上げてくれるその寛容さっていうのがねやっぱり一番すごいんですよ。 一番そのリテラシーが高いし、やっぱやってる人たちが若いし、組織も若いから、あの、非常にその小回りが効くんです。まあ大変だと思うんだけどね。で、クレームがあればすぐ直そうとするし。で、そういうですね、ええ、その非常にこの成長が早いというか、成長がすごい。 いいっていうのをね僕はその組織ごと僕はか関わってないよ。外側から見てるだけだし、メールだったらすぐ帰ってくるんだよ。あの、そういうのを見てるだけなんだけど、あの、やっぱりね、あの、なんか自分では想像つかないぐらい中は大変だと思うんだけど、やっぱモーターサイクルショーイベントとしてのその発展の仕方っていうのがものすごいんですよ。だから、 僕は、あのー、そこに、ね、あの100、100%全力投球で、えー、協力するし、あの、今後もね、えー、盛り上げていきたいと思ってるし、あの、いや、僕の一方的な印象、個人的な話をね、まあ、そう思うっていうことを話させていただきましたよ。あの、言い訳するとね。うん、だけど、やっぱ、あの、 北海道モーターサイクル者行ったことないっていか、あそこはメールしても返事返ってこないんだ。で、そこも含めてなんだけど、まあ4会場っていう、まあ、ね、北海道さんはね、ちょっとちっちゃいっていうか、地元の商工会さんでやってるところで、地元のディーラーさんとかで集まってやってるところだから、多分ね、メール返ってこないの。何か理由があると思うのよ。おそらくは、そこまで手が回ってない、そ,そこまで人員がいないっていうような感じで、実際、 行ってみたら歓迎してくれるかもしれないんだけどさ。まあ、そこはだからちょっと置いといて、さまあ、3回以上とすると、その中で、えー、やっぱね、一番その発展度合いもですね、レスポンスもすごいし、中の人ともお話ができるしっていうことで、えー、いいなと思っております。はい。 なので、えー、皆さんね、えー、今回、えー、僕ブース出させていただくのも、そうした流れの上で、えー、出させていただくことができたっていうのは非常にこう大きいです。はい。すごいでしょだって。うちただの街の一中古車屋だよ。しかもなんかすげえカスタムやってるとかさ、すげえオリジナル商品があるとか、そういうのじゃないんだよ。ただ YouTube でさ、なんかあの、この変なおっさんがよく喋ってるっていうだけのものなのに、モーターサイクルショーにですね、出してもらえるのよ。 これすごいと思うんだよね。それも それ、それはやっぱりさっき言ったように、運営のね、中部経済新聞社さんの、あの、メディアリテラシー、インターネットリテラシーっていうのが、す、もうすごい高いからだと思うんですよ。だからそういうところは、やっぱね、あの、今後、まあ今もすでに僕は一番だと思ってるんだけど、やっぱ名実ともに、自他ともに認める日本で、最、最大最高のモーターサイクルショーとして、名を馳せていってほしいなと思います。はい。 えー、そんなわけで、二宮あですね、えー。土曜日出ます、えー。土曜日トーク、トークさせていただくんですけど、えー、とトーク内容についてはね、えー、まだちょっと、あの、細かくは決まってないんですけど、あのー、まあ、やっぱり、僕もね、男女で喋るわけだからあ、あの、固い話をしていこうと思います。はい。あの、そうだな。今、ちょ、ちょ、ちょっとその、まあ、荒削りな台本が、 あるんですけどちょっとだけ言うと、まあ、これからの、ね、オートバイ業界どうなっていくかと、業界っていうのは皆さんの方の世界ですね。売る側じゃなくて、売る側の話を交えますけども、えー、ライダーの世界が、ね、どうなっていくかというところを主軸にですね、えー、お話をしていけたらなと思っております。はいまあ、一番気になるところですね、時代激動です。はい でいろんなバイクが出てきては消えていく中で、えー、出てきても売れるバイク、売れないバイクってあると思います。で、その中でね、今後どう変わっていくかというのは、あの割と僕は今のところなんだけどお、結構正確に予測ができているかなと思います。僕がね、えー、やってる予測、予想がせあの正確にできているっていうのは、まあ、100%的中するわけじゃないんだけど、特にその市場動向について分か,分かる、かる ているる気がすすのはですねやっぱこういうファンミーティングイベント等であの皆さんとお話しできるからなんですよいろんな人と会って話してどんな人が何を乗っていてどの地域でどういう乗り方をしていてっていうのを全国イベントして皆さんとお目にかかるたびにですね僕結構注意深く見てるんですよでイベント参加してなくて街中どういうバイク走ってるのかなとかそういうのを全部あのやっぱ職業柄ですけど全部バイク目で追ってるんですね でそういうことをしていると、あのまあ、なんとなく分かってくるんですよ。例えば株が売れてるって言っても、どんな株が売れてるのか、どんな人が乗ってるのか。 どこで多く見かけるのか。ね。そういったことっていうのはやっぱり見ないとわからない。数字というのは何がどれだけ売れてるかっていうことしかわからない。どういう人が乗ってるかっていうところまでやっぱ一人一人会って話すしかないんですよね。それをやっぱりイベントでこう積み重ねていくことによって、僕はある程度その今の現状と未来っていうのを正しく 予測して感じられるんじゃないのかなと思います。それに加えて自分がどういうふうに何を乗りたいかっていうのもやっぱありますので、えー、それもね、えー、含めて交えて、えー、話をまとめていければなと思っています。はい。というわけで、みんな、名古屋モーターサイクルショー来てください。はい、えー。お近くの方、お近くというのは半径300キロ圏内でございます。はい。半径300キロ圏内と、あと北海道を含みます。は、えー あの、来ていただければ、はい、あの、チケット、えー、買ってき、えー、てください。はい。よろしくお願い申し上げます。はい。よろしくです。お願いします。